息日のことだった。イエスは食事のためにパリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて、彼らに例えを話された。婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席につくことになる。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、さあもっと定席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。またイエスは招いてくれた人にも言われた。昼食や夕食の会を催す時には、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちもあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催す時にはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するとき、あなたは報われる。